三井アウトレットパーク三井アウトレットパーク、木更津三井アウトレットパーク木更津は、千葉県木更津市カナダ東にある、店舗数日本一の大規模、アウトレットモールである。三井不動産グループの商業施設であり、日本初出店や、機関店が多く出店している。当初は、歌唱として、三井アウトレットパーク、木更津カナダとされていたが、2012年1月24日の、 プレスリリースによると、正式な店舗名は、歌唱の、カ田ダを外して、三井アウトレットパークキサラズと決定した。2011年6月14日に着工し、2012年4月13日に、グランドオープンした。周辺には、東京湾、アクアラインのキサラズカナダインターチェンジがあり、また、キサラズカナダバスターミナルも資金に位置している。最寄り駅の岩根駅、袖ヶ浦駅、 木更津駅西口などからの路線バスのほか成田空港、羽田空港、横浜駅など首都圏各地からも高速バスが乗り入れている。また、羽田空港からも30分弱という立地であることから、房総半島への観光客に加えて、外国人観光客も視野に入れている。個人でも、家族でも立ち寄れる、リゾートアウトレットとも称されている。 1> 第1期開業時には175店舗がオープン。第2期開業となる2014年7月17日に248店舗へ拡大され、アウトレットモールの店舗数は首都圏最多規模となる。さらに、第3期開業となる2018年10月26日には308店舗に拡大、店舗数日本一の大規模アウトレットとなった。同施設のコンセプトの一つとして、 環境共生型アウトレットモールを挙げており、併設している太陽光発電設備は、第2期開業に合わせて、これまでの発電容量である 660kW に 440kW を加えた 1110kW に、さらに第3期開業に合わせて 500kW を増設した 1600kW となった。国内商業施設に備える太陽光発電設備としては、最大規模となる。 ありがとうございます。